皆さんこんにちは。ウェルビーイング株式会社代表取締役、キンビアスレティック所属のプロランナーの池上です。今回のテーマは、ハーフマラソンを63分9秒で走った国立大学帰宅部生のトレーニングというテーマでお届けさせていただきます。今回は、ハーフマラソン63分9秒で走った国立大学帰宅部生の話ということで、実際にですね、彼がというか私がなんですが、ハーフマラソン63分9秒で走った国立大学帰宅部生のトレーニングというものを紐解いていきたいというふうに思います。で、参考になる部分、参考にならない部分っていうのは当然あるんですが、一つ大きく参考になる部分としてはですね、当然ですね、普通に国立大学に通って、市民ランナーとして走っていたわけなので、別にコーチがいるわけでもないし、誰かが練習見てくれるわけでもないし、給水渡してくれるわけでもないし、練習相手がいるわけでもないし、誰かが練習メニュー立ててくれるわけでもないし、ということで、全部一人でやっていたという意味で言えば、市民ランナーの方とかアマチュアランナーの方に参考になる部分が多いんじゃないかなというふうに思います。むしろですね、練習相手いなかったっていう部分に関して言えばですね、都市部に住まれていてランニングクラブとかに所属されているランナーさんよりは、むしろ市民ランナーというか、全部一人でやらなきゃいけない、全部一人でやらなきゃいけないというか、自分で選んだことではあるんですが、全部一人でやってたんで、そういう意味で言ったらランニングクラブに所属してるとかっていうわけでもないし、練習相手いるわけでもないので、むしろ普通の市民ランナーの人よりも参考になるんじゃないかなっていうふうに思います。で、練習を具体的に紐解いていきたいんですが、その前にですね、このシーズンの流れっていうのを、説明させていただきたいなっていうふうに思います。このシーズンっていうか、ハーフマラソン63分9秒で走ったのは、1月12日なんですね。で、12月1日からの練習内容全部これから見ていくんですが、それはあくまでもその練習の流れの中で最後にこういう練習をしていたっていうだけであって、そこまでにやっぱり地道にやってきたことが結果につながったっていうだけのことなので、その例までの流れっていうのも解説したいなっていうふうに思います。で、このシーズンに限らずなんですが、普通に日本で生活してたら、大体長距離ランナーにとって記録が出るレースっていうのはやっぱり11月以降ですよね。せいぜい10月ぐらいですよね。9月っていうのはまだ気温も高いし、そんなに記録が出るようなレースっていうのは基本的にはないです。だから基本的には11月ぐらいから、記録が狙えるようなレースっていうのが入っていきます。で、このシーズンの一番大きな目標としては、5000メートルで自己ベスト更新するっていうことですね。この時からずっとマラソンやるっていうのは決めてたんですけど、やっぱりマラソンやるってなったら、まず5000メートルが速く走らなきゃいけないので、このシーズンも5000メートルで記録を出すっていうのを目標にやってました。で、どこに目標を置いてたかって言ったら、ここですね、12月1日、京都陸橋記録会5000メートル。やっぱり11月ぐらいから本当にいい気候になっていって、やっぱりそこから1ヶ月ぐらい時間をかけて調整して最高の状態に持っていくっていうのが一番やりやすかったので、ここにピークを持ってきていました。でも一応10月も高島平のロードレース20キロはエントリーしていて、この高島平の20キロっていうのはある程度そこで関東の学生さんたちとですね、戦えるようにしたいなっていうふうには思っていました。青山学院大学とかも出てましたから、61分切って、今はね、またレベルが上がってるんであれですけど、当時はまだ厚底シューズもなかったし、今ほどレベル高くなかったんで、61分切ってれば、そこそこ上位争いに絡めたんですね。61分やったら無理かもしれないですけど、60分、40切ってきたら、トップ10に入るか入らんかぐらいになってきてたんですよ。高島平ロードレース。で、60分40切ったら、トップ10に入る可能性、8位入賞も、見えてくるタイムだったので、そのあたりを目標には置いてました。で、そこから逆算して、
8月ぐらいから大学は夏休み入るので、まあ、8月9月と、しっかり合宿で走り込むという、まあ、そういう流れでしたね。だから基本的には、まあ、7月の終わりぐらいですね。7月の京都選手権が今日、いつも2週目にあるんですが、7月の2週目にあるんですが、もうその頃はだいぶ暑くなってます。まあ、ただ京都選手権ナイトゲームなので、まあ、5000メートルとかだったらギリギリ、記録狙えるとは言わないですけど、一応そこそこの記録では走れるんですね。あとは選手権大会っていうことで、まあ、優勝目指してやって、で、まあ、結果的に1万メートル優勝できて、で、その後はもう完全に、いわゆる基礎構築期ですね。だからもうそこからは暑くて記録も狙えないし、7月の終わりから8月9月と、まあ、しっかり基礎構築期で、まあ、体を作ってですね、まあ、そこから10月の高島平で本格的に11月ぐらいから、5000、1万と、状態上げていけたらいいかなというふうに思ってました。で、結果的にこの年は自分の人生で初めて月間1000キロも超えたし、初めてではないんですけど、まあ、月間1000キロを超える走り込みもできたし、初めて月間1200超えたのかな、初めて月間1200を超える走り込みもできたし、まあ、それだけじゃなくて黒川もたくさん取り入れることができたし、まあ、ただ走り込むだけではなくてある程度のスピード練習とかもできたし、まあ、泥臭い練習含めてですね、まあ、いろいろバランスよくできたんじゃないかなというふうには思います。まあ、ただ9月の段階ではまだ全然そういう基礎的な練習しかやってなかったし、基礎構築期で割と体をいじめてたので、疲労も残ってたし暑さもあったし、近畿選手権の1万メートルは31分9秒とかかな、まあ、31分は超えてました。京都選手権は結構暑い中でも30分24秒走ってたんですけど、やっぱりもうそれだけ走り込んだら体も重くなってたし、全然体は動かなかったです。31分超えちゃいましたね。まあ暑かったっていうのが一番ですけどね。で、その後、まあ言っても9月の終わりぐらいから気温は下がっていくじゃないですか。だから9月の終わりぐらいからこう気温は下がってきて、まあ私自身もちょっとずつ、まあスピード系の練習も増やしていって、まあスピード系の練習って言っても、まあどっちかっていうとスピード持久系の練習ですかね。そんなに本当にスピードを求めていくっていうよりは、5000、1万のレースペースでやるようなインターバルっていうのが多かったです。まあ、例えば、470秒ペースで1600を6本とか、まあ、一番、調子良かった時っていうか、一番追い込んでた時期は、2000メートル5本を5分50とかでやってました。まあ、その代わり、つなぎは800メートル取ってましたけどね。だから、1本1本間はしっかり開けてましたが、まあ、1人で2000メートル5本を5分50とかではやってました。で、まあ、これも考え方いろいろというか、一言で追い込むって言ってもいろんな追い込み方があって、基礎構築期っていうのは追い込んではいます。追い込んではいるんですが、そこまでタイムっていうのは求めてないです。もちろんね、タラタラジョギングしてるわけではないので、ある程度のタイムは求めてるんですが、ただ、1キロ5秒、10秒とかの違いっていうのは、そんなには気にしないです。まあ、基本的には、起伏のあるコースでの練習も多いし、まあ、ある程度このぐらいの負荷がかけられてたらいいかなっていう感じなんですよね。で、そんなにタイムっていうのは気にしないけど、まあ、とにかく体に負荷をかけていく、まあ、起伏のあるコースも使って、本当に、まあ、泥臭い地道な練習を積み重ねていくっていうのが、まあ、7月、8月、9月ぐらいまでです。で、9月の下旬ぐらいからは、もう、ある程度タイムを重視していきます。だから、その1回1回のインターバルの前後っていうのは、そんなにハードな練習はしないし、起伏のあるコースの練習の量っていうのも、まあ、ほとんどしなくなっていきます。まあ、もしくは減らしていきます。で、そうやって、一本一本のそのインターバルとかに、今まで以上に集中していく以上に、その代わり、そのインターバルでは、かなりタイムは求めていきます。だからこの段階まで来たら、やっぱり470秒と471秒は全然違うんですよ。鍛錬期は違いますよ。鍛錬期は、別に、正直、470秒でも、472秒でも、まあ別に、その時の自分の状態に合わせて、負荷がかけてれれば、まあそれでいいかなっていう感じですよ。まあ足重い状態で、どれだけ体が動くかな、みたいな状態なんですが、9月の下旬ぐらいからはそうではなくて、足重い状態でどれだけできるかとかではなくて、ちゃんとその自分がやりたい練習ができる状態で、その練習に入っていくっていうイメージですね。2000メートル5本を5分50秒で走るっていう練習をするために自分が2日間ぐらいは軽い練習組む必要があると思うんやったら、もうその2日間は軽い練習組んで、ある程度はそのインターバルに合わせていってっていう風にはやっていきます。
ただそこに合わせすぎると今度試合に合わなくなっちゃうんで、だからその辺は調整してました。だからまあだから目安としては2日ぐらいですよね。2日ぐらい軽めの練習組んでできる練習っていうのをやっぱり一つの目安にしてはやってました。だからそれを1週間調整しないとできないとかっていう風になってしまうと練習が継続してできないし、あとはそうやって1本1本の練習に合わせてしまったらレースに合わなくなってしまうので、そこまでは合わせないんですが、だからその辺はさじ加減が必要なところですよね。だからもう一回簡単に説明しておくと、4月下旬から9月上旬ぐらいまでは1本1本のインターバルに合わせていくっていうことは一切してません。ちなみに7月8月もレースは出てるんですが、そのレースに合わせるっていうのは一切やってません。むしろ体重い状態で、まあ、どんぐらい走るかなみたいな感じなんですね。だから8月に走った5000のレースは15分16秒とかかかってますね。15分16か15分14か、まあ、そんぐらいかかってます。だからまあその辺は織り込み済みというか、別にそのレースに合わせてっていうよりは別にレースが入ってないような感じで練習組んで、まあ、その中で、まあ、レース出て、いつもと違う刺激がかかればいいんちゃうかぐらいの感じですね。9月下旬ぐらいからは、さすがにその一本一本の練習に合わせていくっていうことはできない、しないけれど、最低限そこで走れなければ、レースでも結果は出ないので、やっぱりレースと同じような動きができる、最低限の体の状態は作って、一本一本、まあ、インターバルなり、テンポ走なりやってたっていう状態ですね。まあそんな感じでいい感じでは仕上がっていたんですが、まあ残念ながらですね、10月に入ってちょっと軽い故障と発熱してしまったんですね。で、高島平ロードレースの何日前かな、4日前とか3日前ぐらいに発熱してレースどうしようかなみたいな感じだったんですよ。でも熱は下がったので、まあほぼ練習ができてなかった、まあ練習できてなかったっていうか、まあ良くも悪くもね、4日前3日前なんてどうせ軽めの練習しかしないじゃないですか。まあ、そこは発熱でできなかったんですけど、まあ、熱が下がればなんとかなるだろうっていうことで、一応高島平ロードレースには出場しました。まあ、当時はお金もなかったんで、昼行きの高速バスで京都から東京まで行きました。まあ、今でもですね、なんかたまに乗りたくなるんですよね。本当に。青春時代はお金もなかったし、大体は高速バスか夜行バスだったんですけど、当時はなんか昼行きのバスっていうのがあったんですね。で、今でも、まあ当時のことを懐かしんでたまには乗りたいなと思うんですけど、なんか昼行きの高速バスっていうのが今はなくなっちゃってるみたいで、まあ、残念だなと思ってるんですが、まあ8時間か9時間、まあ10時間ぐらいかかったのかな、京都から東京まで移動して高島平のロードレースに出ました。まあ当時は本当にそんな頻繁に東京のレース出たいからって言って出れるような経済状況じゃなかったので、まあ年に出れて2本とかですよね。そのうちの1本ってすごい貴重だったんで、とにかく行けるところまで行こうっていうのこで行きました。で、ただまあ最後そういう状態だったんで、もう本調子ではなかったので記録が狙えるような状況ではなかったんですが、まあ、その代わり自分の中で一つ割り切りっていうのができて、もう3分5秒でいいやって思ったんですよね。それまでのレース展開ってハーフマラソン本当にまともに走り切れたことなくて、まあ結構そのね、1本目は15分半で押していこうと思って、結局10キロ過ぎてからめちゃめちゃ失速して、最後66分27かかってるんですよね。最後の1キロとか2キロぐらいとかはもう3分20ぐらいまで落ちてます。で、2本目も前半突っ込んで初めの10キロ30分11とかで通過して、でもう後半下手って最後の2キロはやっぱり3分20とかかかってるんですよ。で、まとまり走り切れたこと1回もなかったんで、それやったらもう今回はどうせ記録も狙えへんし、もう3分5秒でいいからスタートからゴールまでずーっと行こうと思って、で結局スタートからゴールまでほぼほぼ3分5秒刻んで61分37とかだったんですよ。20キロのタイムが61分37だから、ほぼ3分5秒で最後ラストスパートしてちょっと3分5秒切ってみたいな感じですよね。で、そこで初めてまともに20キロを走り切れたんですよ、レースで。それまでは最後の1キロとかもう3分20超えてたんですけど、初めて最後の1キロもスパートかけることできて、まともに20キロ走り切れたんですね。で、そこである程度の手応えっていうのはつかめてました。で、11月に入ると逆にインターバルのペースは落としました。それはなんでかっていうと、やっぱりそこまでもうやるべき練習がやってたから、あとはその走力を維持さえすればいいっていう感じだったんですね。だ、人によっては最後、ね、距離を短くしてペースを上げて仕上げていくっていう人もいるかもしれないですが、私の場合はあんまり速く走るとちょっとダメージ残りやすいんですね。だからむしろ5000のレースなんだけど4日前に1605本とかで、その代わりペースは20キロのレースペースで組んでました。だから3分5秒ですね。
ただ京都教育大学って土グラウンドなんですよ。で土グラウンドだから400で1秒ぐらいは落としてました。だから475秒とかそんなペースで、1600のインターバルとかはやってました。で、まあ11月に、まあでも11月も結局記録会は2本しか走ってないのかな、あんまりちゃんと覚えてないんですけど、多分高島平の後にももう1回ぐらい故障してるんですよね。それか故障を押したまま高島平出たのかあんまり覚えてないですけど、高島平の後また走れなくなってるんですよ。また走れなくなってるけど、その後に5000一本やって14分54とかで、でその後またもう一回記録会に5000出て14分35で、その次ぐらいに多分14分22で走ってるんですよね。でその時はもう故障してたけど、その故障もそんなに長引いてはなかったし、まあね、夏から7月8月9月しっかり練習はできてたから、レースに合わせていくっていう程度の練習しかやってないです。インターバルもやってましたけど、まあ、さっき言ったみたいな20キロのレースペース、だから土トラックでやるんやったら475秒とかでしかやってないですっていう状態で、まあ記録会で 5000m 出て自己ベスト出ました。14分22秒。でその後も、まあ、つなぎの練習ですよね。次の日は90分ゆっくり走って、あ、ちなみにこれ、1って書いてるのは全部低強度走です。っていうか、まあ、低強度走しかないのかな、中強度走がないですね、この期間は。1って書いてるのは低強度走です。で、2が中強度走、3が高強度走っていう区分になってます。次の日はもうゆっくり長く走って、疲労抜きですよね。あ、主旅って書いてるのは、これ体幹トレーニングです。体幹トレーニング。体幹補強ですね。で、次の日も朝午後60分ゆっくり走って、疲労抜き。で、次の日は、まあ、軽く刺激を入れて、1000m4 本をこの時は2分55でやりましたね。この時は今大西ブラザーズっていう関西にはクラブチームがあるんですが、大西ブラザーズの弟のひろあきさんの方ですね、弟のひろあきさんが 1000m5 本やるっておっしゃってたのかな、 1000m5 本をやるとかおっしゃってたんで、それを一緒にやらせてもらいました。まあ、ただ試合があるんで、4本ではやめてきましたけど、4本だけ2分55でやって、でその後205本を32秒ぐらいでやってたと思います。で、その次の日も疲労抜き、その次の日も疲労抜きのジョギングだけで、で、次の日に記録会で1万メートル。まあ、これも29分51秒71。これも当時の自己ベストですね。まあ、5000の記録考えたら、ちょっと1万メートルが微妙かなっていうのはあったんですけどね。今、愛知製鋼にいる高橋流星くん、ハーフ62分、61分台出してるかな。多分62分ちょうどぐらいの、自己ベストを持っている子なんですけど、まあ、高橋流星が、当時大阪経済大学にいて、初め私が前に出たのかな、初め私が前に出て29分半のペースで行ってたんですけど、なんか途中で体動かなくなって、ちょっとこれやばいなって思って3分4まで落ちたんですよ。で3分4まで落ちて、でその後高橋くんが前に出てくれて3分1、3分1、2分58、最後はまあ2人で多分競り合いながらペース上げていったんですけど、あんまりどういうレース展開だったかは覚えてないです。高橋くんに勝ったのか負けたのかも覚えてないです。まあ、負けたのかな、まあ、覚えてないですけどね。まあ、最後の 1000m だけはだから2分53まで上がってますけど、まあ、これはやっぱり高橋くんが中盤引っ張ってくれたからですよね、一番苦しいところで。で、まあ、29分51と。で、その次の日は、まあ、だからここで私の中では一区切りだったんですよね。やっぱり5000、1万で記録狙います。で、ある程度記録は出ました。で、レースの前後って本当にもう軽めの練習しか組んでないから、この段階で体にも余裕があります。で、ここからハーフマラソンまで5週間しかないので、ここからもうちょっと急ピッチではあるんですが、ある程度、まあ、体は本当は仕上げていかなきゃいけない状態ではあったんですが、結局次の週とかもレースが入ってるから、なかなかそんなに練習できなかったんですよね。まあでもやれるときにちょっとでもやっとこうっていうことで、次の日の早朝に100分低強度走をやって、で、午後は、都道府県対抗男子駅伝の中学生のペースメーカーをしてくれって言われたんですよ。中学生の選考会のペースメーカーをしてくれって言われて、で、472秒ペースでずっとペース作ってあげたのかな。で、最後結局、なんか、中学生9分切る子がいなくて、ペース落ちたので、私もそれに合わせて9分4で上がって、で、その後は410本を63指でやってます。まあ、410本を400つなぎで63指でやってます。で、その後ももう90分ジョグ、まあ、疲労抜きの練習ですよね。で、次の日も60分ジョグ、60分ジョグ、疲労抜きの練習。で、その次の日は、
まあ、珍しくグラウンドで2004本プラス402本っていうのをやってます。だこの2004本もグラウンドで475秒ペースでやってます。まあだから20キロのレースペースですよね。まあハーフのレースペースって言っていいのかもしれないですけど、20キロのレースペースで475秒で、402本だけ64ぐらいで、スカッと上がってます。で、この時は次の日も朝は60分ジョグで疲労抜きで、午後は30分ぐらい軽く走った後に210本やってます。で、これはなんでそういう風にしてるのかというと、なんか私この時ハマってたのが、ハマってたというか、前日刺激やりたくない派だったんですよ。前日に1000一本とかやりたくないし、2日前に 1000m2 本とかもやりたくなかったんですよ。なんか私の中でそれってすごい中途半端な練習だったんですよね。別に 1000m1 本なんかやったところで何も変わらないじゃないですか。でもレース前日にランパン履いてレースシューズ履いてって、なんかこう精神的に疲れるんですよね。精神的にそこで集中してしまうんですよ。それは嫌やなと思って、前日何も したくなかったんですね。で、2日前も何もしたくなかったんですよ。ジョギングしかしたくなかったんですよ。でもさすがにそれやとあまりにもやらなさすぎて、ちょっとレースの感覚というか、レース その走りの感覚忘れちゃうよねっていうことで、なんか4日前に刺激やって、3日前にもう一回流しの延長ぐらいの感じで210本やるっていうパターンをちょっとハマってました。で、12月15日が琵琶湖クロカンで、8km24分29。琵琶湖クロカンってそんなにコースはタフではないです。まあ、ただ下が芝生っていうのと、ちょっとアップダウンがあるっていうのと、まあ、琵琶湖沿いなんで風がきついんですね、いつも。それであんまりタイムは出ないんですが、まあ、24分29。で、この時優勝したのが、今大塚製薬にいる上門大輔くんです。今2時間6分台出してますけど、まあ、上門大輔くんが優勝で、最後の最後までぴったり後ろに疲れて、最後の400ぐらいでスパートされて負けたのかな。2秒差ぐらいで2番になったんですけど、まあ最後の400で2秒空いてるっていうのは、まあ結構ね、ダントツで負けてますよね。8キロ走って2秒って聞いたら、なんかそうでもないかなっていう感じですけど、ラストの400だけで2秒ぐらい空いてるんで、もう結構ダントツで負けてます。で、次の日も長めに走って疲労抜き、次の日も長めに走って疲労抜きで、またここでレースが続くんですよね。まあ、レースって言っていいのかどうかわからないですけど、新たプロジェクトっていう、当時、あ、これちょっとホワイトボード、この辺りから書ききれなくなっちゃうんで、この紙の方を見てもらいたいんですけど、当時新たプロジェクトっていう世界一を目指すクラブチームが結成されたんですね。で、それの第1回選考会をやるっていうことで、神宮外苑7周のタイムトライアルが実施されました。で、これも、この時はあれかな、朝練習、家の周りで90分ジョグして、そのまま新幹線で東京まで行って、夜に神宮外苑7周全力で走って、で、そのまま夜行バスで帰ってきて、次の日授業出たような気がしますけど、だから神宮外苑7周のタイムトライアル、まあ実質レースですね、全力で走りました。結構寒くて、全然体動かなかったのを覚えてますけど、まあとにかくメンバーに入れるようにということで、全力で走りました。で、次の日午後は90分軽く走って、で、その次の日はグラウンドで315本のレペティションですね。まあ、これは47、8ぐらいでいったかな。まあ、だから練習の組み方としては、まあ、この時期に何か新しい能力を身につけるっていうよりは、まあ、今までやってきたことをちょっとずつ維持するっていうようなイメージですよね。だからまあ、琵琶湖クロカン4日前の2004本もそうなんですけど、別にこの2004本で強くなろうっていうことではなくて、まあ、20キロのレースペースぐらいで走っとけば5000、1万の走力も落ちないし、でただそれだけやったらあまりにもペースが遅すぎるから、400、2本だけちょっと速いペースで走ってピリッとさせておこうっていうことですよね。で、この315本に関してもレースに出てるから、まあ、それで、ね、5000から1万のレースペースでは走ってるわけですよね。まあ、クロカンとかやったら、ね、ペースは落ちるけど体にかかってる負荷としては5000、1万のレースとほぼ一緒じゃないですか。だから5000、1万のレースの刺激もかかってる。で、まぁ、ちょっと軽めに20キロのレースペースの練習も入れてる。で、それやったら、それよりも5000よりも速いペースの練習がかけてるから、まぁ、315本をちょっと入れとこうかな、みたいな感じで、基本的には、なんか疲労抜きと、まぁ、ちょっと体に刺激を入れるみたいな練習しかやってないです。で、その後12月23日に北和記録会1500。まあ、これはさっき言ってた大西ブラザーズの弟のひろあきさんが1500でタイム出したいからペースメーカーしてくれって言われてペースメーカーしました。なんですけど、大西さんは途中で棄権して、
結局私だけゴールして、まあ、でもなんとか3分台出して3分59秒87みたいな感じですね。でもうさすがにこっからあのハーフマラソンまで3週間しかないんですよ。で3週間しかないってなったらもうこっからそんなに特別なことはできないです。特別なことはできないけど、ここまでレースに出てと疲労抜きぐらいしかやってなかったから、さすがにそれではまずいよねっていうことで、1週間だけ強化練習組みました。で、1週間だけ強化練習組んだのが12月24日からの練習ですね。まず12月24日に、まあ、クリスマスの日に、朝12キロ中強度、午前に50分ジョグ、で、午後に5000メートル3本をやりました。これ初め15分25って言ってたんですけど、なんか知らないですけど、この日すごい調子良くて、5000メートルの1本目の初めの1000メートルが2分56秒だったんですよ。で、さすがに2分56秒は早すぎるけど、3分5秒まで落としたらリズムが崩れると思ったから、そのままキロ3で行きました。で、1本目15分2、2本目15分6、3本目14分54ってことで、まあ大体ね、全部1キロ3分ぐらいのペースでは行けました。この時に、ひょっとしたらハーフマラソンのキロ3で押せるかなっていうのは思いました。ほんまにその3本目、もう足がきつくて、なんていうんですかね、地面をもう蹴れないっていう感じだったんですよ。もう設置した瞬間に崩れそうみたいな感じだったんですけど、そこで力を使わずに、なんていうんですかね、地面をなぜるというか、地面を舐めるというか、どういう表現がいいのかわかんないですけど、とにかく地面を蹴らずに、力を使わずに、キロ3で走るっていう感覚が作れたんですよ。で、それができるんやったら、ひょっとしてハーフマラソンキロ3で押せるかなっていう感覚は、ここで初めてつかめました。で、実は、この2004本の時も、さっき475秒でって言ってたんですけど、なんか475秒の感覚で走ってるのに、473ぐらいの感覚でいけて、3ぐらいでいけてたんですよ。だから、土トラックで6分8から6分5ぐらいの感覚で生きてたんですね。で、私の経験上、それってタータントラックで走ったら、6分4から6分ちょうどぐらいにはなるんですよ。だから、この時も、まあ、ありえへんと思うけど、もしかしたら、なんか、64分20は切れんのかなっていうのは思ってました。で、まあ、話戻しますけど、で、その練習やって、次の日も、やっぱ走り込みですよね。早朝に90分走って、午前に50分走って、で、午後に3万2000の中強度。この時は多分ペース1キロ3分45とか3分40ぐらいだと思います。ペースは上げてないです。ただ、まあ、朝90分、午前50分、午後に3万2000のペースをしたら、多分1日で60キロぐらい走ってるんですよね。とりあえずここで走り込んでってことですね。で、次の日は、まあ、疲労抜きで、2時間ゆっくり走ってってことですね。まあ、2時間ゆっくり走ったら26キロぐらいなので、まあ、2時間ジョグで、午後は休んで疲労抜きみたいな。で、その次の日は、この週は5000から1万のレースペースのトレーニングがなかったので、とりあえず、5000のレースペースの練習を1個だけ入れとこうかなと思って、1000メートル5分入れました。ただし、つなぎは600で繋いでます。この日なんでか忘れましたけど、なんかね、まだ授業あったんですよね、12月27日。授業出て、午後の寒いグラウンドで1人で1000メートル5本、2分55秒でやったのを覚えてます。だから土トラックで2分55秒なので、まあ2分52秒から2分50秒ぐらいの感覚だと思います。まあその代わりつなぎは600取ってっていうことですね。で、その次の日がもう一回距離走ですね。午前っていうのも早朝ですね。早朝に90分ゆっくり走って、午前中に20キロまでは、5キロあたり18分ぐらいのペースで行って、最後の10キロは31分51、かなりペース上がりました。で、その後、プラスで2分ぐらいかな。2分ぐらいレスト取って、1キロ1本2分51。まあ、しっかり仕上げられてますね。まあ、ここで、だから、この1週間で、しっかり自分が思い描いてた強化練習ができたっていうのは、まあ、大きかったんちゃうかな、というふうには思います。で、まあ、それはやれてるのは満足だったんですが、さすがにそれ以上やると壊れてしまうので、あとはもう疲労抜いていくしかないですよね。この時点で2週間前なので。で、最後、仕上げとして、レースの10日前ぐらいに、ちょうど亀岡元旦ロードレースの10キロっていうのがあったんで、この10キロのロードレースに出場しました。これ前半の5キロ16分8。まあこれ公式記録16分8なんですけど、どう考えてもこれは距離が、おかしいです。まあ前半登ってるっていうのもあるんですけど、やっぱり15分半では行ってますね。だから15分半で行って、
後半は、まあ、下ってるっていうのもあるんですけど、まあ、下りで14分47ぐらいの感じだと思います。だから15分半と15分47で多分30分20ちょっと切るぐらいのタイムだと思います。30分55になってるけど多分30分20ちょい切りぐらいのタイムだと思います。でその後その次の日はゆっくり走って、まあ、その次の日その次々ぐらいはゆっくり走って、もうあとは本当に疲労抜きの練習だけですよね。まあ、土曜日も1605本、これもハーフのレースペースです。ただこの時も同じで、いくつやったかな、75秒で行こうと思ってたんですけど、やっぱり勝手に73秒とかになってたんですよ。で土トラックで73秒やから、やっぱりタータントラックやったら72秒ではいけてるはずなんですよね。だからまあもしかしたら63分台出んのかなっていうのは思ってましたけど、まあそこまでは思ってなかったですね、正直ね。もしかしたらとは思ってましたけど、まあ出えへんやろうなと思ってました。でそれだけではちょっと動きが遅いから、205本32秒から31秒ぐらいでちょっとピリッと入れて終わりってことですね。で次の日はまあなんでこんなに走り込んだのか自分でもよくわかんないですけど、朝18キロ午後3万2000の中京道と。まあ、この時はもう体がしっかりできてたから、これだけの練習やってもなんか疲労が残らなかったんですよね。だからまあ別にいつも通りやろうみたいな感じで、いつも通り距離走やってレース臨んだんだと思います。でもう次の日から本当に練習量を落としていって、でもう1回4日前に 4×1.6kg と 0.2kg 5本というのをロードでやってます。まあ、これだから1600じゃなくて 1.6kg って書いてるようなロードでやってるっていうことですね。で 0.2kg 5本っていうのも同様です。まあ、この日雨降っててグラウンド使えなかったんですよね。あ、すごい寒い日だったのを覚えてますけど、すごい寒い日の練習をやりました。この日はでも3分5から3分ちょうどぐらいで行ってたんじゃないかなっていうふうに思います。だからこの時の感覚で3分2、3ではハーフ押せるなっていう感覚だったので、ほんまに64分20から64分ちょうどでは走れるやろうなっていうふうには思ってました。でちょうどこの頃ですね、アルタプロジェクトから第1回の選考会の結果、まあ、合格しましたということで、ご連絡いただいたのはこの辺りだったんじゃないかなというふうに思います。そうですね、1月9日の夜ですね、もう授業始まってて、授業終わって家帰ってなんか電話入ってたと思いますけど、なんかいきなりですね、もしよかったら明日東京に来れませんかみたいなこと言われて、12月10日に東京行って、長崎飯店っていうお店があるんですけど、長崎飯店っていうお店で、まあ、初めて藤原新さんにもそこで通ってお話しさせていただいて、まあ、藤原新さんとか、今もいるかどうかわかんないですけど、多分いらっしゃるんですけど、三井住友海上のコーチをされている宮田悦さんとか、あとは国会議員になられている松本翔さんとか、なんかがいらっしゃって、長崎飯店で一緒にご飯食べたのを覚えてます。川内幸喜さんもいたのかな？市議会議員されている川内幸喜さんもいらっしゃったような気がしますね。で、まあ、次の日は東京のどっかの公園で、軽く13キロ。多分13キロの中にちょっと軽く流しは入れたと思います。軽く流し入れた程度で、軽く走って、で、次の日レースという流れですね。まあ、レースに関しては、だから64分20から64分ちょうどっていうふうに思ってたんですけど、まあ、川内優輝さんが前に出られて、なんかキロ3で行ったので、まあ、それについていったっていう形ですね。だからまあ、練習で5000、3000を15分ちょうどぐらいでできてたので、キロ3で行って、最後後半潰れても3分5秒ぐらいでは帰ってこれるやろうっていう計算やったんですけど、結局潰れずに最後まで帰ってきたっていうことですね。で、まあ、こういった流れでここまでやってきてるんですが、まあ一つ押さえといてほしいのは、別にこの、まあ、レース前5週間ぐらいの練習書いてるんですが、そのレース前5週間の練習がどうこうじゃないんですよ。レース前5週間の練習がどうこうってことじゃなくて、それまでの流れの中で、やっぱり7月の終わり、8月、そして9月の上旬まで、しっかり体作りっていうのをやって、で、9月の下旬から10月ぐらいまでの期間で、まあ、しっかり5000、1万で結果が出せるような、5000から1万を想定したインターバルっていうのができてて、で、そっから、まあ、なんていうんですかね、まあ、故障とか発熱とかもあったりもしたんですけど、うまいこと調整しながらレースに出場して、自己ベストも出して、で、結局5000、1万が走れるっていうことは、それだけ高いスピード持久力があるっていうことですよね。
でそれだけ高いスピード持久力があればもちろんハーフマラソンだってある程度走れるわけですよ。で、ただその5000とか1万の記録と比べたらやっぱりハーフマラソンのタイム良すぎますよね。でそれはなんでかって言ったらやっぱり最後調整がうまくいったっていう部分ですよね。だからそのずっと7月8月ってやってきて多分疲労も残ってたと思うんですけど、それをうまいこと抜いていきながら、まあ、間にその軽めのインターバルとか入れながらうまいこと抜いて、でレースできちんと結果も出してっていう状態の中でしっかり上がってきてレースにピークがあったっていう、まあそういう流れですね。だからその流れっていうのが重要なので、まあなんていうんですかね、一番大切なのはその流れの部分になっていきます。でもう一つは5000、1万で結果を出すっていうのはみんなスピードスピードって言うけど、やっぱりスピード持久力なんですよね。もうこれ全然話ちょっと変わるかもしれないですけど、昨日あの琵琶湖マラソンの後、うちの会社の、まあ、ウェルビンゴのスクールの受講生様と一緒に打ち上げしてたんですね。私は走ってないんですけども、まあ、応援には行ってたので打ち上げ参加させていただいたんですよ。でそしたらその中で道下さんという方がおっしゃったのが、市民ランナーの世界に三冠王っていうのがあるらしいんですよ。1年間の間にマラソンサブ3、100キロサブ10、10時間切り、それから富士登山競争で4時間半切り、この3つを市民ランナーで1年の間に達成したら三冠王っていうらしいんですね。で道下さんがその三冠をされた方にどれが一番きつかったですかって聞いたらしいんですよ。そしたらその人はマラソンで3時間切るのがやっぱり一番きついっておっしゃってたんですね。だからまあ結局100キロをゆっくり走るよりも 42.195 キロを速く走るの方がきついっていうことなんですよ。でそれと同じで 42.195 キロを速く走るとかハーフマラソンを速く走るっていうことを思ったら、やっぱり5000、1万が速く走れてないとできないし、5000、1万を速く走るってそれだけきついっていうことなんですね。で、それのきついことができるっていうのは、それだけのスピード持久力があるっていうことなんですよ。だから、それだけのスピード持久力があるっていうことは、もちろんハーフも走れるし、まあ、マラソンになるとまたちょっと違うんですけど、でもやっぱり5000速く走れる人は、マラソンも速く走れます。で、それは何でかって言ったら、繰り返しになるんですけど、5000、1万で速く走るだけのスピードがあるからではありません。5000、1万速く走ろうと思ったら、やっぱり持久力も必要になってくるんですよ。だからそのために7月、8月、9月上旬ぐらいまでしっかりと走り込みをやってるわけですよね、私の場合も。で、そのまあ走り込み、ね、もちろん走り込みだけでは不十分だから、その後5000、1万で結果が出せるような5000、1万を想定したインターバルやってるし、でやっぱり追い込むだけでも結果って出せないんですよ。追い込むだけでも結果出せなくて、やっぱり練習の負荷を落としていかないと結果っていうのが出ません。でそれも昨日あのね琵琶湖マラソンまでいい練習できてたのに結果出せなかった人と話してたんですけど、みんな調整調整って言ってほんまに最後の1週間とかそういう話ばっかりするんですけど、いい練習とかいいレースができてたらたかだか1週間で疲労なんか抜けないんですね。まあ、かといって、じゃあ2週間、3週間何もしなかったらレースで結果出せるのかって言ったら、それもまた違うじゃないですか。やっぱり2、3週間ね、全く走らなかったらレースで結果なんか出せないですよね。だから長距離の場合は、もうなだらかに練習を落としていきながら、でもその合間合間に状態を上げていくような練習を入れていくっていうところが一つのコツになっていきます。だから、たかが1週間の調整で結果が出せるとかそういう話じゃなくて、そこからもうずっと逆算して、やるべき時期にやるべき練習をやって、でそこからなだらかに練習を落としていって、もちろんその間間にあの追い込まないけどある程度、まあ、その走力を落とさないというか、これで状態を上げていくみたいな練習っていうのは入れていってます。だからそれが私で言ったらあの 2000m4 本とかですよね。 2000m4 本を 20km のレースペースでやるとかそういう感じですよね。でそれだけやったらやっぱり遅い動きが身についてしまうから、ちょっと4002本だけ速い動きを入れるとかそういうことです。でこの全体のトレーニングの設計っていうところが重要です。で今回はそのほんの一例で私のその練習の、まあ、具体例っていうのを提示させていただいたんですが、まあ、これも別に参考にはなると思いますよ。だからレースが続くときってあこういうふうに練習組んでいくんやなとか参考にはなると思うんですけど、これをそのまま真似したって当たり前ですけど絶対うまくいかないですよね。まあ、そもそもこれと同じ練習ができる方って多分ほとんどいないと思いますし、まあ、あのっていうかこの練習できる人って別に私の YouTube 見ないと思うんですよね、多分ね。いちいち私の話なんか聞く必要ないんで、だから多分この YouTube の動画をご覧になられてる方でこの練習できる人って多分あのいないと思うんですよ。でそれは私も分かってるの で自分が自分でその市民ランナーとしてセルフコーチングでやってきた経験と、まあ、それからあの多くの市民ランナーさんを見させていただいた、まあ、過去3年間で、まあ、毎年年間数100人の市民ランナーさんを見させていただいた経験と、
まあ、その2つの経験を合わせて自分に合ったトレーニング計画を立てられる、まあ、内容について約3時間で徹底解説しているトレーニングプログラムビルダーという集中講義があります。でこちらの集中講義解説させていただきたいんですが、有料になってしまいますので、ここからは下記の条件に当てはまる方のみこの続きをご覧ください。まず第1、長距離走マラソンが速くなりたい方、そして長距離走マラソンが速くなりたいって言った時に、そのプロの知識と経験を使って超効率的努力を実現して最短最速であなたの目標に到達することができる、もしくは現在のあなたからは想像もできないようなとんでもないところに到達できるのであれば、2万円投資してもいいという方のみこのまま続きをご覧ください。もう一度言います。長距離走マラソンが速くなりたい、そして、コーチなどをつけずにセルフコーチングで自分で一人で練習内容を考えて自分で一人で練習やって速くなりたい、もしくはそうする必要がある、そしてそのためにプロの知識と経験を使って超効率的努力を実現できるのであれば、2万円投資してもいいという方にはこれから紹介させていただくトレーニングプログラムビルダーという集中講義が絶対にぴったりです。ステップバイステップでその理由とトレーニングプログラムビルダーがどのようなものなのかについて解説させていただきますので、この続きをご覧ください。これから紹介させていただくオンラインスクールの正式名称はトレーニングプログラムビルダーという集中講義です。でトレーニングプログラムっていうのは、まあ、自分自身がやるそのトレーニング、まあ、練習内容全般ですね。横文字で言うか、日本語で言うか別にしてですね、まあ、普通は練習メニューって言ったりとか、まあ、英語で言うんだったらワークアウトって言ったりしますけど、まあ、それっていうのは、まあ、大体はですね、今日の練習メニューはとか、まあ、今日のワークアウトはっていうふうに、まあ、今日の練習みたいな意味合いで使うことが多かったりするんですが、まあ、トレーニングプログラムっていうのは、まあ、その計画全体ですね、練習計画全体のことです。まあ、つまり例えばこれから3ヶ月後あるいは半年後のレースに向けて準備をしていくっていうのであれば、その3ヶ月間あるいは半年間のまあトレーニング全体のことをトレーニングプログラムビルダーというふうに言います。まあ、そしてビルダーっていうのはまあ立てる人っていうことですね。まあ、つまり練習計画立てる人っていうことですね。まあ、つまり自分で自分にぴったり合った練習計画を立てられる人になりましょうという、そういう願いが込められたオンラインスクールになります。で、このトレーニングプログラムビルダーっていうのは、ハーフマラソン未経験からハーフマラソン63分9秒まで、まあ、セルフコーチングで、つまり自分で練習計画を立てて自分で実践をして、達成した私自身の経験をもう少し体系化したものとなっております。まあ、体系化したっていうのはつまり、まあ、今現在年間数百人の市民ランナーさんの、まあ、お悩み解決とか目標達成もサポートさせていただいて、まあ、万人に共通するようなプログラムになってますよということですね。でトレーニングプログラムビルダーのお話をさせていただく前に、はじめにちょっと私の話をさせてください。私は中学高校と、陸上競技をやって、大学からは市民ランナーという形で、陸上競技を、続けてるんですが、中学高校はですね、まあ強豪校っていうほどではないですが、まあ高校は完全強豪校ですね。当時強豪校かどうかっていうのは微妙ですけど、もう今はね、名実とも日本一の陸上部になっている洛南高校陸上競技部で高校3年からやらせていただきました。そして中学校の時もそんなに強くはなかったんですが、いい先生に巡り合えてですね、専門的な指導を受けることができました。でところがですね、まあ、私個人的にはですね、高校3年間でやっぱ思うような成績を残すことができなかったんですね。で中学高校と、まあ、これ共通して言えることですけど、まあ、オーバートレーニングとか故障に泣いたことっていうのはもう何回もあるんですよ。まあ、オーバートレーニングってどういう、まあ、現象かっていうと、練習してるのに走力が落ちていく、つまり遅くなっていく現象のことをオーバートレーニングというふうに言います。だから練習やってるのにどんどん走力が低下していくっていうことを何回も経験してるんですね。まあ、それは別に貧血とかではなくて、まあ本当にただの練習やりすぎでどんどん遅くなっていくっていうことを経験してるんですね。で、だけど大学以降もまあなんとか結果を残したかったんですよ。まあ市民ランナー、まあ訳あって市民ランナーにはなりましたけど、やっぱり、マラソンで飯を食うという夢は諦めたくなかったので、まあなんとかして結果を残さないといけないっていうことになったんですね。で、その時に、まあ、いろいろ自分で考えて、やっていくことになったんですけど、やっぱりぶち当たった壁っていうのは、これ以上自分を追い込むことはできないけれど、なんとかして練習の量と質を上げていかなきゃいけないっていうところですよね。この矛盾、お分かりいただけますか？
いい加減な気持ちでやってて結果が出ないのはしょうがないじゃないですか。だけど自分はもう中学も高校も目いっぱいやってたんですよ。もうこれ以上努力できないっていうところまでやってたし、もっと言ったらそのせいで遅くなってるわけですよね。だからそれ以上自分を追い込んだらさらに遅くなってしまうから、まあ、それはだから意味がないし、まあ自分の目標からどんどん離れていくことになってしまいますよね。だからこれ以上自分を追い込むことはできない。だけど今の自分のままだったら通用しないから、なんとか段階的にその自分の走力を上げていこうと思ったら、練習の量も練習の質もちょっとずつ増やしていかないといけないじゃないですか。だからこの矛盾点どうするかっていうことなんですよ。だって追い込んじゃいけないけど練習の質と量は増やしていかないといけないですよ。これまずどうしたらいいのかっていうところですよね。まあ結局これはですね、自分に合った練習計画を立てる一つのテーマとして、まあその時々の自分に一致した、まあ合致した、その時々の自分の状態とか力に見合った、まあ、練習の負荷を設定するっていうことが、まず一つ、ポイントになってくるんですが、まあまずそれをどうやってやっていくのかっていうことが一つ、大きな関門となりました。で、もう一つは、だ結局自分の努力っていうのは有限なわけですよ。だから自分をどこまで追い込むのか、自分にどれだけの負荷をかけるのかっていうのはもう有限なんですね。だから、言ってみれば、なんて言うんですかね、その資源は決まってるんですよ。だからその資源っていうのはもうすでに決まってて、じゃあそれをあとどうやって効率よく分配していくのか、つまり組み合わせなんですね。で、もちろんその継続的に練習していく、進めていくことによって、その、今よりもハードな練習に耐えられる体にはなっていきます。ただですね、結局それ体が強くなったからって言って限界がなくなるわけではないんですね。常に自分の努力できる範囲っていうのは限界なんですよ。だからその限界な体力っていうものをどういうふうに分配していくのか、つまり練習系の組み合わせなんですね。だからね、何を根拠にそんなスパッと言い切るのか知らないですけど、練習は量より質とか練習は質より量とか言うじゃないですか。でも実際はそんな単純なもんじゃないんですね。まあ、ある時は練習の量を増やす、ある時は練習の質を増やす、あるいは、この練習に関しては量を増やすけど、この練習に関しては質を増やしていく、みたいなこともありますし、結局量と質の組み合わせだけ言っても、非常に、多岐にわたるんですね。で、あとはその一般性と得意性の組み合わせっていうのもあります。まあ、一般性っていうのは、まあ、言ってみれば、基礎的な身体能力ですね。だからまあ長距離走マラソンで言ったら、まあある程度遅いペースで余裕を持って長く走り続けるっていうのも基礎的な能力だし、まああるいはですね、ショートインターバル、休憩を挟んで、短い距離を速く走るっていうのもやっぱり基礎的な身体能力ですよね。こういった身体的な能力の高さっていうのはもちろん必要です。ただその一方で、まあ例えばハーフマラソン63分9秒で走るってなったら、1キロ3分ペースでずーっと 21.09、75キロ走るわけですよね。で、これはこれで、また特化した一つの能力なんですよ。だからこれスピードなんですか、スタミナなんですかって言われたら答えられないですよね。21.0975キロを走り切るという意味で言えば持久力かもしれないけれど、ただ単にチンタラチンタラ走ってるわけじゃなくて、1キロ3分ペースで走らなきゃいけないわけじゃないですか。そういう意味で言ったらスピードですよね。だからこれもスピードとかですか、スタミナですかって言われても答えられなくて、まあ、それに特化した能力っていうものが必要なんですよ。だからそういった特化した能力を身につけていくような練習っていうのも必要になっていきます。だからまあこういった練習の組み合わせって、実はものすごく追求していくと奥が深いテーマなんですね。だって考えてみてくださいよ。半年間考えうる練習のパターンって何パターンありますか？約180日間あるとして、その180日間のそのパターンってめちゃめちゃありますよね。だってマラソントレーニングって大体3ヶ月で組むって言われますけど、その3ヶ月だって90日間じゃないですか。その90日間考えられる練習の組み合わせパターンって、まあまあ、結局は有限なんでしょうけど、ほぼ無限に近いですよね。実際には。だから、そのぐらいその、組み合わせがある中で、でも、最適なやり方、最適な練習の仕方っていうのは一つしかないんですよ。何をやってもいいっていう人いますけど、そんなわけないじゃないですか。何をやっても結果出るんだったら、中学高校時代も私もっと結果出てますよ。だからやり方が間違ってるから努力したって結果が出なかったわけですよね。だからその正しい努力って何なんですかって考えた時に、まあ、そう簡単には答えられないもんなんですよ。だからその正しい努力って何ですか、しかもそれをトレーニングという観点に絞って見ていきましょうっていうのがトレーニングプログラムビルダーなんですね。
で、結局私自身も、まあ、自分で、自分一人でやったわけではなくて、まあ、そういったトレーニングに関する書籍とかも、まあ、英語、ドイツ語、日本語で書かれたものは、もう数百冊読み込んできましたし、まあ、あとは、法政大学の合宿入れてもらったりとか、いろんな実業団の合宿入れてもらったりとか、あるいはその、単身ケニアに渡ってですね、まあ、ケニアはもちろんのこと、まあ、イギリス、ドイツ、ニュージーランド、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、オランダ、ノルウェー、まあ、そういった、延べ20カ国以上の一流選手とか一流指導者の方の話も聞いて、そして自分でいろいろ試行錯誤しながら、まあ、やって、そして自分に合うパターンっていうのをこう見つけていったんですね。で、結局それで、まあ、私はどうなったかっていうと、高校時代は高校生の百欠にも入れなかったんですよ。で、中学高校全国大会行ってないんですね。で、高校生の百欠にも入れなかったのが、まあ、大学入って2年で日本の百欠に入れるようになりました。大学生の百欠じゃないですよ。日本の百欠です。まあまあ、そもそも陸上部入ってなかったんで、学連登録してませんでしたから、学生ランキングにカウントされてませんでしたけど、まあ、日本ランキングの当時で68番に入ったんですね。で、そこから3年経って、さらにマラソンで日本ランクの41番まで行くことになりました。まあ、その間に30キロのレース挟んでるんで、もしかしたら、その年の30キロの日本ランキングはもうちょっと上まで行ってたかもしれないですが、まあ、私が把握している限りで、マラソンの日本ランク41番まで行きました。で、そのレベルになってくると、だって周りは、そのね、箱根組とか実業団組とか、金もかけてるし、用具とかマッサージ代も、会社が負担してくれるし、で、練習はもちろん見てくれるし、監督とかマネージャーが見てくれるし、で、周りもそのね、強い選手がいっぱいおって、練習相手にはことからかないし、まあそういった環境でやってる人たちと、まあ互角に戦って、まあ日本ランク41番まで行ったわけですよね。で、その短期の、まあ経験っていうのを元にしながら、まあ現在は年間数百人のアマチュアランナーさんの目標達成とかお悩み解決をサポートさせていただいてますので、まあそういった経験も踏まえてですね、かなり再現性の高い体系化したプログラムというふうになっております。ですから、トレーニングプログラムビルダーを受講していただければ、あなたも長距離走マラソンが劇的に速くなるんですね。これは1週間後、2週間後とかそういう話じゃなくて、1年後、2年後、3年後と、そういうスパンの中で、まあ、いわゆる PDCA サイクルですね。PDCA の P はプラン、つまり練習計画を立てます。そして実際にやってみます。そして、まあ、D は、だから Do ですね。実際やってみる、実行する。そして C はチェック。つまり確認ですね。計画立ててやってみて、そして自分のトレーニングを振り返って、そしてアクション。最後の A は、まあ、さらにそれに修正を加えて、さらなる実行をしていくというそのサイクルを回しながら、劇的にタイムが伸びていきます。ここまで大丈夫ですか？さらにトレーニングプログラムビルダーには一つの特徴があって、それは自分一人で練習するというやり方に特化してるってことなんですね。これ集団で練習するのと何が違うのかっていうと、やっぱり長距離走マラソンってまず苦しい練習を一人でやるのは難しいっていうところがまずあります。で、これがもちろんそのお仕事の合間に、まあ、合間っていう言い方が正しいのかどうかわかんないですけど、まあ仕事前とか仕事の後とか、そういったタイミングで、まあ練習をする。まあ多少なりとも疲れてるでしょう。そういった中で練習しなきゃいけない。そして練習相手がいない。で、これ本当にね、実業団とか、そういったチームにいる人って一人で練習するって言っても、監督コーチがいてくれたりとか、マネージャーさんがいてくれたりするじゃないですか。そうじゃなくて市民ランナーの人ってもう本当に一人で練習するわけじゃないですか。まあ、せいぜい今日の練習報告を SNS に投稿するぐらいで、本当に一人で練習しなきゃいけないですよね。じゃあそうすると何が問題になってくると、何が問題になってくるかっていうと、レースに近い刺激をなかなか練習でかけられないんですよ。だこれが箱根組とか、その実業団組であれば、自分と同じぐらいの走力の人が周りにいるので、まあ、交代でペース作り合ったりとかして、ある程度レースに近い負荷っていうのを練習でかけていくことができるんですが、まあ、一人で練習するとですね、なかなかそれができないんですね。だから結局ですね、多くの、まあ、情報っていうのは、これをこうやったらこうなって、こうできるみたいな。まあ、ほんの一例を挙げていくと、例えば、1000メートル10本を200メートルつなぎで、3分25秒から3分20秒でいけたら、1万メートル33分だとか、あるいは30キロまで1キロ4分15秒ペースでやっとけば、レースではサブ3とかって言いますけど、まずその練習ができなくて困ってるわけですよ。だから結局基準の空論で終わってしまうんですね。
なかなか一人でやってたら、そのレースに近い刺激ってかけられないし、逆の言い方をしたら、練習ではそこまでレベルの高いことができなくても、こうジグソーパズル合わせていくみたいに、うまく練習組み合わせていけば、ちゃんとはるかにレベルの高い結果っていうのは出せますよってことなんですね。まあ実際私自身もそうでした。練習では12キロを3分10秒がマックスですね。まあマックスで言ったら3分5秒かな。マックスで言ったら12キロ3分5秒でやって、でもレースでは 21.0975キロを1キロ3分切って押していってるわけですよ。でもって言ったらそうやってマックスなんで、普段やってる練習ってもっともっとレベル低いんですね。だけどそれをうまいこと組み合わせていけば、ちゃんとそうやって結果が出せるもんなんですよ。だからトレーニングプログラムビルダーの特徴として、まあ、本当に一人でやっている、まあ、私もやったっていう経験をもとに作っているので、机上の空論じゃないんですね。ですので、ウェルビートレーニングプログラムビルダーの真の長所は再現性の高さなんですよ。つまり、どんな環境でも、どんな人がやっても、自分に合った練習計画を立てられるっていう風になってるんですね。はい。で、トレーニングプログラムビルダーへのお申し込み方法はとても簡単で、カートに追加する、まあ、商品ページに飛んでいただいて、カートに追加するをクリックして、お支払い方法をクレジットカード、ペイパル、銀行振込からお選びいただき、まあ、その後お名前とか講義をお届けさせていただくメールアドレス、住所などの基本情報を入力していただければ、たった10分ほどで完了します。で、クレジットカードとペイパルをお選びいただいた方には自動返信メールですぐに講義が届きます。そして銀行振込をお選びいただいた方には、私が、まあ、自分でその入金を確認後、手動でメールにて講義をお届けさせていただきます。で、実際に講義何が届くのかっていうことなんですが、まあ3本合わせて約3時間の講義動画とワークシートが届きます。解説動画、講義動画の方はですね、約3時間にわたって、まあ自分自身に合った練習計画をどうやって立てていけばいいのか、自分に合った練習計画ってなぜ立てた方がいいのかっていうことを、まあ3時間にわたってみっちりですね、理論から実践までの部分を解説させていただき、そしてそれを見終わった後で、ワークシート、まあいろんな質問が書いてあるので、その質問に答えながらですね、埋めていくと、あなた自身にぴったりの練習計画を立てることができます。そして、まあ、練習計画っていうのはですね、私自身も素人じゃありませんから、まあ、年間数百人の市民ランナーさんの相談乗らせていただいてますから、かなり体系化したものは作っています。ただしですね、やっぱり人間って一人一人違うんですね。だから、やっていく中で微調整しながら進めていかないといけないんですよ。だから、この微調整の仕方、まあ、いわゆるその PDCA サイクルの回し方っていうのも含めて解説をさせていただいております。で、これだけの内容が詰まったトレーニングプログラムビルダーなんですが、たった 19,800 円の自己投資で受講していただけます。たった 19,800 円の自己投資で、半年後には絶対にご満足していただけるのですが、いかがですか？まあ、ここまで言ってもですね、いくつかの不安点っていうのはあると思います。で、まずですね、あなたにお聞きしたいのは、ここまででトレーニングプログラムビルダー少しでも良さそうだなと思っていただいてますか？少しでも興味を持っていただいてますか？ここからはトレーニングプログラムビルダーに少しでも興味を持っているという方のみこのまま続きをご覧ください。トレーニングプログラムビルダーの真の長所は、実はそういった自分にぴったり合った練習計画の立て方を、まあ、講義動画で学んでワークシートを、見て、作ることができるっていうことではなくて、再現性の高さなんですね。世の中何でもそうですけど、最終的には結果が大切じゃないですか。本当にそれやって結果出るんですかっていうことが一番重要ですよね。で、トレーニングプログラムビルダーの真の長所は再現性の高さです。これまで数百人のアマチュアランナーの方に受講していただいて、まあ、種目で言ったら1500からマラソン、男性女性、年齢で言ったら10代から60代の方まで受講していただいて、多くの方が自己ベストを劇的に伸ばされているんですね。さらにトレーニングプログラムビルダーには無料メールサポートがついております。まあ、トレーニングをやっていく中で、まあ、あるいはその講義動画を見てわからないところがあった、疑問点が出てきた、こういう時はどうしたらいいんだという場合にはですね、もう私もですね、いろんな方のお話をお聞きして、まあデータベースがここに詰まっております。ですので、そのデータベースにと照らし合わせながらですね、メールいただいた方には、逐一返信をさせていただいております。
まあ、かなりですね、正直この無料のメールサポート人気のサービスになっておりまして、まあ、かなり毎日メールが殺到しているんですが、まあ、それでもですね、基本的には24時間以内、若干遅れても72時間以内には返信をさせていただいております。つまりトレーニングプログラムビルダーを受講することはゴールではなくて始まりなんですね。あなたがいつでもプロのサポートを安心して受けられる権利を手にすることになります。さらにこちらのトレーニングプログラムビルダー、まあ、正直ですね、今はご満足していただいている方でも受講前はいろんな不安を抱えておられる方っていうのが、まあ、たくさんいらっしゃいます。で、そういう方結局どうなるかっていうと、まあ、トレーニングプログラムビルダーの、ね、受講を見送って、まあ、結局私のブログを読んでいただいたりとか YouTube の動画を見ていただいてですね、結局ももう池上さんこれだけの理論とか知識があるんやったら受講しようってことでトレーニングプログラムビルダー受講されて、で結局最後もっと早く受講しておけばよかったっておっしゃるんですね。で、こういう方今まで何人も見てきています。ですので、あなたに同じ思いをしていただきたくないので、トレーニングプログラムビルダーには全額返金保証をつけております。万が一講義を最後まで受講していただいてそれでもご満足いただけなかった場合には喜んで全額返金させていただいております。ここまで大丈夫ですか？最後にもう一つ、まだ迷ってるっていう方に一つ質問させてください。もしあなたが過去 2,3 年実際に私の指導を受けて長距離走マラソンが着実に速くなってきた、結果が出てるっていうだけではなくて、まあ、シューズのことから食べ物のことから本当に細々としたところまで、まあ、故障した時の対処法とかですね、レースに向けた心の持っていき方とか、まあ、そういった細々としたことにですね、逐一質問していただいて私が満足いく答えを返させていただいて、そして、まあ、このタイミングでですね、実は新しい集中講義作ったんですよ、あなたもいかがですか、何々さんもいかがですかって言ったら受講されてますか？つまりあなたが私のことをよくご存知でしたらトレーニングプログラムビルダー受講されてませんか？まあ人によってはですね、まだ私のことをよく知らないので不安に思われているという方もいらっしゃると思います。ですので改めて自己紹介させてください。私の名前は池上秀幸。まあ、大学入学以降ですね、まあ、市民ランナーとして走りながら、まあ、つまり自分で自分をコーチしながら、アゲオハーフマラソン、ケアンズマラソン、ハイテクハーフマラソン、谷川マリハーフマラソン、近畿選手権、京都選手権、それから大阪マラソン日本人トップなどなど、国内外の様々なレースで優勝し、まあもちろんですね、先ほどもお話しさせていただきました通り、故障とかオーバートレーニングとか、数々の失敗も経験してきました。さらにですね、ドイツ語、日本語、英語で書かれたトレーニングとか運動生理学に関する本を数百冊読み込み、さらにケニア、ドイツ、オーストリア、ニュージーランド、オーストラリアなど、国内外を転々として、国内はもちろんのこと、海外の一流選手、一流指導者の話を延べ20カ国以上の方から、合計で言ったら100人以上の方からいろんな話をお伺いしております。そして2020年以降はウェルビーイング株式会社ウェルビーイング株式会社代表取締役として年間数百人の市民ランナーさんのお悩み解決目標達成をサポートさせていただいております。そして弊社ウェルビーイング株式会社では、まあ、チャンネル登録者数2万人を突破している、まあ、ランラボチャンネルの支配人とかですね、あとは京都大学時代にインカレチャンピオンになった平井健太郎、そして、まあ3000メートル障害でインカレ優勝した中村舞子さん、それから、大田原マラソンで市民ランナー時代に優勝して東京マラソンでは日本人トップの4位にも入られた大久保恵里さんなどなど、数々の方にご協力いただいてこれまでランナーのための日本一の学び場を運営してまいりました。ですので弊社ウェルビーイング株式会社が続く限り、たとえ地球の反対側にいたとしても私の目が黒いうちはあなたを無料メールサポートで徹底的にサポートさせていただきます。最後にこれも一つ考えてみてください。ここで起こりうる最悪のケースは何でしょうか？つまり万が一今回私があなたのお役に立てなかったとしましょう。そうなった場合は全額返金請求をしてください。あなたに全額返金させていただき、実質無料でこれまで数百人の方に喜んでいただいている
プロの知識と経験を体系的かつ網羅的に解説させていただいたコンテンツがあなたの手元に残ることです。ですが、全額返金請求をあなたがされることはないでしょう。これまで数百人以上の方に受講していただいた受講生様の半分程度の成果でも絶対に絶対にご満足していただけます。想定しうる唯一の問題はあなたがもっと早くトレーニングプログラムビルダーにお申し込みされなかったことだけなのですが、いかがですか？それではトレーニングプログラムビルダーの方でお会いしましょう。